魚社座ラムダ星は魚社座にあるソーラーアナログの構成である。死等級は4.7で肉眼でも見ることができる。外野衛星が測定した年収示差に基づいて計算した地球からの距離は40.7光年である。魚社座ラムダ星は G 型主系列星で、スペクトル型は G1V とされている。質量や半径は太陽よりあや上が、 太陽とよく似た特徴を持つ。高度は太陽の1.7倍、表面温度は 5875K と推定される。構成表面での活動は低水準であり、太陽でのマウンダー極小期のような状態にある、可能性がある。魚車座ラムダ星は、星周領域にゴミの円盤が存在することを示す。赤外超過がないか、繰り返し調べられてきたが、中間赤外。 原石外で超過は検出されておらず、静潮領域にまとまった量の温かいゴミ、冷たいゴミはないと見られる。魚社座ラムダ製は、インディアンザイプシロン運動星団に属する構成と、固有運動が共通しており、運動星団の一員であると考えられる。空間速度は、イコールキロメートル毎秒となっている。二重性多重母子構成天体カタログでは、 CCDMJ05192 プラス 4007A として登録されており、CCDMJ05192 プラス4007には、他に B から H まで7星が記載されているが、B に当たるにマス J0519H43 プラス400万7054二連星である。可能性が残るたは、見かけ上だけの関係である。アメリカのアマチュア博物学者アレンによれば、魚座ラムダ星には、 アラビア語で、小鹿を意味する子有名、アルフルもある。また、ザカリアガズビーニーの製図では、魚シャザミュウセイ、魚シャザシグマセイともに、テントを意味する、アルヒバという名が記されている。エイディデューストスターカタログコンテイニング537ネームドスターズの製表でも、エールヘバという名称の構成は3つあり、魚シャザラムザ星は、エールヘバ2、ミュウセイが、エールヘバ i、 シグマ星が AL ヘバ3となっている。中国では、魚シャザラムダ星は、太陽が目浴する場所を示すミナイケという星間を、魚シャザロウ星、HD36041 と共に形成する。魚シャザラムダ星自身は、ミナイケ3つまりミナイケの3番星として知られる。ありがとうございます。